アレクサンドル・ミハイロビッチ・ノルチャコフは、帝政ロシアの政治家、外交官、貴族。皇帝アレクサンドル二世の下で外務大臣を務めた。爵位は公爵。ロシア帝国領エストニアに、名門貴族の軍人の息子として生まれる。1817年から、ロシア外務省に入省して、外交官となる。ロンドン、ベルリン。 ウィーンなどのロシア大使館で勤務した後、1850年から1854年にかけてドイツ連邦議会にロシア全権大使として参加した。クリミア戦争中の1854年から1856年にかけては中央ストリア大使を務めた。クリミア戦争直後の1856年に皇帝アレクサンドル2世より外相に任命され、 以降、アレクサンドル2世の在位中を通じて外相に在職した。クリミア戦争の敗北で結ばされたパリ条約の国会における艦隊保有禁止条項の撤廃を目指し、ロシアと対立関係にあるイギリスやオーストリア帝国を牽制するため、皇帝ナポレオン3世のフランス帝国に接近を図った。しかし、ナポレオン三世は1863年のロシア領。 ポーランドにおけるポーランド人の放棄を支援したことから露仏関係は疎遠となった。代わりに最初夫フォンビスマルクが指導するプロイセン王国との連携を深めていった。1871年に不仏戦争でプロイセンが勝利したことでパリ条約撤廃にこぎつけた。これによりロシアは再び国会において軍事活動ができるようになった。リシも ロシア国内でファンスラブ主義が高まりを見せる中の1876年、オスマントルコ帝国領バルカン半島において、スラブ人が放棄すると、ロシア軍はそれを支援すべくロト戦争に及んだ。戦争に勝利したロシアはトルコにサンステファノ条約を結ばせ、バルカン半島に衛星国大ブルガリア公国を樹立したが、この条約はイギリスと、 オーストリア・ハンガリー帝国の反発を招いた。利害関係調整のため、ドイツ帝国最小、ビスマルクの主導で、ベルリン会議が開催され、ゴルチャコフも出席したが、会議の結果大ブルガリア公国は分割され、ロシアはロット戦争で得たバルカン半島の地方を大きく失った。ゴルチャコフにとっては大きな外交的失態となった。その後は、反独。 ハンビスマルク姿勢を強め、フランス共和国への接近を図ったが、1881年にアレクサンドル2世が崩御し、ドイツとの関係改善を施行するアレクサンドル3世が即位するとうとんじられるようになり、1882年に外相を辞することとなった。学生時代のゴルチャコフを描いた学友、プーシキンのスケッチ1798年6月4日。 ロシア帝国エストニア行政区ハープサルにミハイル・アレクセイエビチゴルチャコフ公爵少将の息子として生まれる。ロシア帝国首都サンクトペテルブルクのギムナージアで学んだ後1811年にザールスコエセローの立位に入学した。この学校での同級生に詩人アレクサンドル・プルシキンがいる。彼との交友を通じて自由主義的な影響を受け、 啓蒙絶対主義に感銘を受けるようになったという。中年期のゴルチャコフ1817年に、ロシア外務省に入省し、外交官となった。1820年から1822年にかけては、トロッパウやライバッハ、ベローナで開催された新生同盟の会議に参加した。1824年から中ロンドン大使館に当初機関として、勤務し、 1827年には中ローマ大使館に転勤となり、さらにその後ベルリンやウィーンの大使館にも勤務した。1841年に中シュトットガルト公使に任じられる。1850年には1848年革命で中断されていたドイツ連邦議会が自由とし、フランクフルトアムマインで再開されたが、ドイツ連邦内の二大国プロイセン王国と、 オーストリア帝国の対立が深まるばかりであった。法律上ドイツ連邦の保障者であったロシア皇帝、ニコライ一世は、新生同盟の崩壊を防ぐため、ゴルチャコフを中止とトガルド公使罪人のまま、ドイツ連邦議会ロシア全権大使に任じて、広島両国の関係を取り結ぶことを命じた。フランクフルトに着任したゴルチャコフは、新生同盟を意に介さず、 オーストリアへの強硬姿勢を崩さない、ドイツ連邦議会プロイセン全権行使、オットー・フォン・ビスマルクに対して、もしあなたのせいで、広島関係に亀裂が入ったらあなたは、プロイセン保守派の政治家として、人望を失うのではないかと警告した。ビスマルクは、ゴルチャコフの保守的な説教にうんざりし、G は、儀式ばった不器用なバカのハンスに過ぎない。 ずる賢いつもりのようだが、木靴を履いた狐であるとこきおろしている。1853年には、オスマントルコ帝国領パレスチナのカトリックと、正教会の権益の対立に始まり、東地中海の覇権をめぐって、イギリスフランストルコ人へとロシアが開戦した。バルカン半島進出のチャンスをうかがう、オーストリア帝国が、英仏側での参戦をちらつかせて、 バルカン半島からの撤兵をロシアに要求し、ニコライ一世はオーストリアに怒りを感じながらも、オーストリア参戦を阻止するため応じざるを得なかった。こうした難しい時期の1854年にゴルチャコフは、中央ストリア大使に任じられ、1856年までウィーンに派遣された。しかし結局オーストリア参戦を阻止できず、オーストリアは1855年12月に、 英仏側での参戦を宣言した。新生同盟の崩壊を目の当たりにしたゴルチャコフは、もはや絶対主義に固執するだけではダメであり、絶対主義に近代化の要素を加える必要があるということを改めて感じたという。1855年に即位した皇帝アレクサンドル2世は、戦争継続の意思を失い、ナポレオン3世の提案に応じて、パリ条約を結んだ。 これによってロシアは南ベスサラビア地方を喪失し、国会における艦隊の保有を禁止された。1867年のゴルチャコフの肖像が1856年4月27日、皇帝アレクサンドル2世により外務大臣に任じられた。以降25年にわたってロシア外相としてロシア外交を主導した。フランス、プロイセンとの連携。 ゴルチャコフの当面の目標は、クリミア戦争の敗北で結ばされたパリ条約を破棄することであった。そのために彼は、ロシアの立場を支持する協力国を欲したが、イギリスとは、中央アジアをめぐる対立が根深く、また、オーストリアともバルカン半島の利権をめぐって対立が深まっていた。プロイセン王国は、ドイツ連邦内でオーストリアと、 派遣争いをしていたが、当時のプロイセンは、同盟相手としては、力不足とみなされていた。そこで、当初ゴルチャコフが目をつけた連携相手は、イタリア統一問題をめぐって、オーストリアと対立を深めている、ナポレオン3世のフランス帝国であった。1859年のイタリア統一戦争に、ロシアは、フランス支持の立場を取った。露仏関係は、 この1859年に最も強化されたと言えるが、1863年にロシア領ポーランドにおいて、ロシアの支配に抗するポーランド人の反乱が発生すると、民族運動の保護者を自負していたナポレオン三世は、放棄に共感を示し、イギリスやオーストリアと共に反露的立場を取った。そのため、ゴルチャコフの期待に反して、露仏関係は急速に悪化した。 逆に、プロイセン最小ビスマルクは、プロイセン領ポーランドへの波及阻止の観点からロシアに接近を図ってきた。結局ロシアは、プロイセンとの未連携を深めることとなった。アジア進出1873年、ヒバハン国へ侵攻するロシア軍を描いた、海八1858年、清との間に、愛軍条約を結んでアムールガンサガンを活用させた。 ついであろう戦争で、英仏が真に結ばせた北京条約に、ロシアも参加することで、ロシアはさらに、ウスリー側ウガンを手に入れた。これによりハバルフスクやウラジオストクが建設された。しかし英仏はロシアが極東を征服することで、太平洋に進出してくることを警戒していた。これに対してゴルチャコフはこの地域における、ロシアの孤立を阻止すべく。 太平洋上に強い影響力を持つアメリカ、合衆国と接近し、1867年にはアラスカを720万ドルでアメリカに売却している。またロシアはインドを支配するイギリスを睨んで中央アジアに積極的な進出を図り、しばしば軍事侵攻も行った。ゴルチャコフはイギリスとの対立を恐れ、そうした強行策には慎重な立場を取っていたが、 軍務大臣、ドミトリー・ミリューチンは、イギリスとの対立を恐れず、中央アジアを完全な支配下に置くことを主張していた。オリシも1860年代には、アメリカ南北戦争に伴う、面火危機が発生しており、面火の輸入先として、中央アジア獲得が重視されるようになっていたことも、あって、ゴルチャコフの反対論も虚しく強行策が取られる、こととなった。 ロシア軍は1860年代に高感度繁国、ついでブハラ繁国を征服した。さらに、クラスノボツクへ侵攻し、そこを拠点に1873年にはヒバ繁国を征服した。1880年代諸島までにはトルクメニスタン一帯も支中に収め、いよいよエーロ両国はペルシア王国とアフガニスタン王国を干渉地帯として、 挟むだけとなり、両国の緊張は高まった。千島カラフと交換条約1855年の日露和新条約以来、江戸幕府とも領土交渉に当たっていたが、幕府は枯布との領有権を主張したため、交渉はまとまらなかった。幕府とロシアは競うように枯布とに大量の移民を送り込み始めたので、現地は日本人、ロシア人、 アイヌ人の三者間の摩擦が増えて不穏な情勢になった。明治維新後、こうした状況の緩和のため日本政府は、カラフトと千島列島の交換路線で交渉を行い、ロシア側がこれに応じた結果、1875年に、ゴルチャコフと中路日本公使榎本武明の間で、千島カラフト交換条約が締結される運びとなった。 不仏戦争とパリ条約改正ロシアがアジア進出に力を入れている間にプロイセンはオーストリアを凌駕してドイツ連邦内の覇権を確立していた。1866年の広オ戦争でそれが決定的となった。この戦争でロシアはプロイセンに好意的な中立の立場を取っている。広島戦争の勝利で北ドイツ連邦を創設したビスマルクは続いて フランスと戦争をすることで、ドイツナショナリズムを煽り、南ドイツ諸国の取り込みを図ろうと狙い、スペイン王位継承問題を利用して1870年に、不仏戦争へ持ち込んだ。皇帝アレクサンドル2世とゴルチャコフは、パリ条約を改正するチャンスが来たとみて、ビスマルクに、もし、オーストリアが、フランス側で参戦したなら、ロシアはプロイセンを支援するという保証を与えた。 不仏戦争はプロイセンの勝利に終わり、フランスは第二帝政が崩壊して第三共和制へ移行し、一方ドイツでは南ドイツ諸国が北ドイツ連邦に参加して、プロイセン王ビルヘルム一世を皇帝としたドイツ帝国が樹立された。ゴルチャコフはここぞとばかりにゴルチャコフ会場を出してパリ条約破棄を各国に通告した。 イギリスがそれに抗議して1871年にロンドンで国際会議が開かれるも今やヨーロッパで最も巨大な発言力を持つプロイセンドイツがロシアの立場を支持したことでパリ条約の破棄が認められた。こうしてロシアは再び国会に艦隊を配置することができるようになった。強力なドイツ帝国の誕生はロシアにとっても脅威であったがこうした経緯やフランスが イデオロギー的には入れない、共和政体になったこともあって、ロシア皇帝は、ビスマルクの誘いに乗ってドイツ帝国皇帝、オーストリア・ハンガリー帝国皇帝と共に、君主制国家の君主の名役、三帝同盟を結ぶこととなった。だが同時にロシアはこれ以上のドイツの増強とフランスの弱体化を許すつもりはなかった。それが顕著となったのは、ポスト上事件だった。 1875年4月8日に、ドイツ政府系新聞、ポスト紙が、フランスがドイツへの復讐を企んで、軍備増強していると説く論説を載せたことで、ドイツ国内で、フランスへの予防戦争を求める世論が強まり、ビスマルクはこれを機に、フランスに孤立していることを思い知らせようと記とした。しかし、フランス外相、ルイ・ドゥ・カズの巧みな外交もあって、 イギリスとロシアはドイツではなくフランスを支持し、ドイツの退仏強行姿勢を取り下げさせたのである。アレクサンドル2世とゴルチャコフは自らベルリンを訪問して、独仏関係の調停に乗り出している。この件でゴルチャコフは、独仏戦争が回避されたのは自分のおかげと不意調するようになった。ビスマールクは、ゴルチャコフの態度が許せず、回顧録に、 ゴルチャコフは突然友人の肩の上に背後から飛び乗って友人を犠牲にしてその肩の上でサーカスを始めたと書いている。ロト戦争とベルリン会議ベルリン会議左側に腰掛けているのがゴルチャコフ。イギリス首相ディズレーリの手を取っている。太い線で囲まれた範囲がサンステファの条約による大ブルガリア公国の領土。しかしベルリン会議の結果、 ブルガリアの領土は北半分に限定され、南半分はトルコ領に泊まることとなった。国会に艦隊を置けるようになったロシアは、バルカン半島への影響力を復活させ、ロシア国内では、以前から公用しつつあった反ンスラブ主義が一層高まりを見せるようになった。バルカン半島は相変わらず、イスラム教国オスマントルコ帝国の支配下にあり、キリスト教とスラブ人たちは、 土地所有を認められず、また重い特別税を課されていた。こうした弱い立場に置かれるスラブ人同胞たちをトルコから解放しようという運動がハンスラブ主義であった。またハンスラブ主義者はバルカン半島に進出の野望を持つオーストリアにも敵意を持ち、三帝同盟にも否定的な立場だった。この件については政府内でも意見が分裂し、 ゴルチャコフは、クリミア戦争の二の舞を避けるため三帝同盟を維持して、オーストリアとの連携の上で、トルコに要求を伝えるべきと主張していたが、皇太子アレクサンドルらは、オーストリアと共同する必要はなく、トルコにロシアの国益に沿った要求をはっきり伝えるべきであると主張していた。そんな中の1876年4月に、トルコ領ブルガリアで、 トルコの支配に対する放棄が発生し、これに対してトルコは残虐な鎮圧を行った。続いて7月にはトルコの総主権下にあるスラブ人自治国セルビア公国とモンテネグロ公国がトルコに対して宣戦復刻した。これによりロシアの反スラブ主義も頂点に達し、トルコとの改戦を求める世論が圧倒的となった。多くのロシア人が 大き軍支援のため機友兵や特殊看護婦に志願してバルカン半島へ赴いていった。一方ゴルチャコフはトルコ領への侵攻はオーストリアと対立を深めることから否定的であり国際会議の開催に尽力しコンスタンティノープル会議が開催されることとなった。しかし戦況を優位に運んでいたトルコは自国の国力を過大評価し会議で決められた。 諸合意を守ろうとしなかったため、結局1877年4月にロシアはトルコに宣戦布告することとなった。一方イギリス政府はロシアの地中海進出を恐れていたが、国内世論はむしろキリスト教徒を虐殺するトルコに強い憤りを感じており、対ロシアで参戦するのは難しい政治情勢だった。ゴルチャコフはイギリス参戦を防ぐために尽力し、 イギリス首相、ビリコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズ・レイリからの要求を受け入れて、スエズーンがダーダネルス海峡、コンスタンティノープルを占領しないことを約束した。初戦は苦戦を強いられたロシア軍だったが、1878年1月にはアドリアノープルを陥落させた。戦意を喪失したトルコとの間にサンステファノ条約を締結した。これによりトルコは、 ヨーロッパにおける領土は大きく喪失し、戦争中にすでに、ロシアが解放していたルーマニア王国、セルビア王国、モンテネグロ公国はトルコから独立することになり、また、ブルガリアからもトルコ軍は撤収することとなり、ロシア軍が駐屯する大ブルガリア王国が樹立され、英華海にまで届く範囲の領土が設定された。また先のクリミア戦争で失った南ベスサラビア地方は、 ロシア領に服し、加えて南コーカサスにも領土を獲得した。コルチャコフの約束通り、スエズ運が、コンスタンティノープル、ダーダネルスは侵されなかったが、大ブルガリア公国の存在は結局ロシアの地中海進出を許すものであったからイギリスは政府も世論も強く反発した。また、バルカン半島に地方を築こうとしていたオーストリア・ハンガリーも強く反発した。そこへ、 ドイツ最小ビスマルクがバルカン半島に利害関係のない公正な仲介者として登場し1878年6月13日よりロト戦争の戦後処理会議ベルリン会議を開催したこの会議にロシアからはゴルチャコフと中英大使ピョートルシュバロフ伯爵が出席したゴルチャコフは花々しい外交成果を上げようと張り切っていたが さきのポスト市事件以来ゴルチャコフに敵意を持っていたビスマルクからはほとんど無視されたという。この会議の結果、大ブルガリア公国は分割され、ブルガリア領は北半分のみに限定された。南部ブルガリアは北部が東ルメリジ地州、それ以外のエーゲ海沿岸地域やマケドニアはトルコ領に復帰した。他にロシアが得たものは南ベスサラビア地方と、 南高架ソスにおける領土だけだった。一方、オーストリア・ハンガリーは、ボスニア・ヘルツェゴビナの占領を認められ、事実上バルカン半島西部を領土となした。イギリスもトルコからキプロス島の割譲を受けた。ベルリン会議は、ロト戦争に参加していないイギリスと、オーストリア・ハンガリーが、漁夫の利を得て、ロシアとトルコには、不満が残る形となった。 ロシアのハンスラブ主義者の不満は高まり、ドイツ・ビスマルク批判、さらには反ロシア政府運動が増加した。ゴルチャコフは身の保全を図るため、ベルリン会議における失態の責任を、新独派のシュバルフ一人に押し付けて、彼を失脚に追い込んだ。反独活動以降ゴルチャコフは反独姿勢を取るようになり、ベルリン会議におけるビスマルクの態度やドイツの保護貿易への転換を、 マスコミ上で公然と批判するようになった。1879年夏にはパリを訪問して後の露ツ同盟の基礎を作っている。ビスマルクも対抗してマスコミ上でゴルチャコフ批判を展開した。さらにロシアに対する圧力を強めるべくペスト対策を理由にロシア商品の輸入を禁止し独王関係の強化を図り、またルーマニア独立の条件に ロシアが嫌がるユダヤ人解放を要求した。アレクサンドル2世はこれを憂慮し、ドイツ皇帝ビルヘルム1世に当てて、ドイツ最小はゴルチャコフ公爵に対する個人的な反感に突き動かされて、両国間の対立を煽っている。とする書簡を送っている。しかしゴルチャコフは健康状態を理由に百8 7 9年から外国に滞在することが多くなり、 サンクトペテルブルクを訪れることはほとんどなくなっており、その地位も形式的なものとなりつつあった。後に、ゴルチャコフの公認の外相となるニコライ・ギールスが、事実上その職務を代行している状態だった。1881年3月1日に皇帝アレクサンドル2世がテロリストの襲撃を受けて暗殺された。後を受けて即位したアレクサンドル3世は、 反独的な思想の持ち主だったが、国内問題に集中するためにも、ドイツとの関係を修復せねばならないと考えており、即位後直ちに三帝同盟を復活させた。反独派のゴルチャコフは、アレクサンドル三世に退けられ、1882年4月9日をもって外相を退任することとなった。公認には1875年からゴルチャコフを補佐してきた。 神独派のニコライギールスが認じられた。サンクトペテルブルクにあるゴルチャコフの共造。ドイツ、帝国両方バーデン大公国首都バーデンバーデンに滞在中の1883年2月27日に死去した。遺体はロシアに戻され、ペテルブルクで葬られた。ゴルチャコフは保守的な絶対主義者であり。 ツァーリ独裁に忠実で、ツァーリが決定したこと以外の政治的立場を取ることはなかった。ただ遅かれ早かれ、絶対主義は自由主義、民主主義によって打倒されてしまうものであり、また現代においては国際的にも孤立してしまう道であるとも理解していた。そのため権力はどこまでもツァーリに残しつつも、ブルジョアと和解して、封建的諸制度の撤廃を図ることが重要だと考えていた。 その点においてはドイツ帝国最小ビスマルクと似通っており、ビスマルクもゴルチャコフについて、彼は自由主義的進歩に興味を持っているが、大衆とは違って、節度を心得ており、可能なこと、利益になることの見極めの知識が豊富だと評価したことがあった。一方ロシア国内においても外国においても彼がよく、陰口されたのはその虚栄心の強さであった。ゴルチャコフについて触れた。 外交通新聞にもそのことがよく言及されていた。ビスマルクはゴルチャコフの虚栄心について彼はどんな水たまりをまたぐ際にも自分の姿を映して眺めると評した。ありがとうございます。